君の笑顔、私の笑顔、ほい。イエイ！この動画は読み上げツールを利用しています。また攻略動画ではありません。抵抗のない方のみ、このままご覧くださいね。皆さんこんにちは、こんばんは。私です。はじめましての方ははじめまして。先日、ログポ10ポイントで、初めてアテナオーブを交換してみたので、早速突入です。こういったなんだかよくわからないバトルフィールド。スペシャルバトルフィールドっていうらしいです。今回のヒロインズタワーっていうのは、ナイズルの入り口から入るようになっておりました。5人のヒロインと戦い、最後は全員と戦うというもの。称号しかもらえないバトルフィールドのくせに、3人以上でないと入れません。ご注意くださいね。こんな時、いてよかったに赤ちゃん。前置きはこれくらいにして、中に入ります。中に入ると、ワープ装置が5つあります。そこからそれぞれの場所に飛び、ヒロインの待つ部屋へと向かうルール。1番はライオン。ちなみに、5番が一番強いとのことでした。中には NPC がおり、話しかければテンポラリがもらえます。雑魚を倒したり、NPC に話しかけることで、先に進めます。第1層はライオン。アクロバティックに動き回る彼女は、人気投票で4位になったことがある、実力の持ち主。その機敏な動きは、さながらストリートファイターの息吹のようでもある。というのはちょっと言い過ぎですが、まあ、第1層なので、難易度は低め設定ということです。また強化全消しかよ。縮小。第2層、プリッシュ。おなじみ、プロマシアミッションの、主人公的存在。ファン投票では第2位と人気も高い。白文句なんて、初期組には懐かしいですね。最後に、ブリッシュから親父ギャグを聞いたとこで、次へ。バトルガンミッションでのヒロインで、年齢は15歳。かなりの腕前のカラクリ師と言われている。彼女の特徴といえば、すぐ逃げること。
逃げ回るのも困ったものだが、赤マトンと白兵マトンもかなり厄介。アフマウを倒せばこの層はおしまい。さて、次へ。4人目。友よ、の愛称でおなじみのリリベット。へちゃむくれ、と呼ばれたのを気にしている。アルタナミッションのヒロインである。途中から、分身する。しかもヘイトリセットなのか、こっちに来た。友よを倒したら、最後のヒロインへ。ラスボス。センターを飾るには少々疑問が残る。この子はメモル。現在売り出し中のアイドル。ミラクルステッキを持つと、なぜかスイッチが入り、超能力少女、アイドル戦士メモル、に変身する。今年はどんな姿で天鈴祭りを盛り上げてくれるのか、楽しみである。売り出し中と言いながら初登場から7年。彼女の技には、ノックバックや、ナガアイテラー、そして範囲の即死技があるらしい。BGM が、闇王とかと一緒になってしまっているが、どうやら天鈴林、いわゆるチンチチ、にすることができたらしい。超ドラマチックなやられ方で、メモル終了。さて、ここから一回外に出されて再突入となります。5層まで全部攻略して入り直すと、6番目のワープが現れます。そこで全員と戦える、という感じですね。全員で一気に喋りすぎ、読んでる暇などなく、戦闘開始。そして早速アフマウは逃亡。他のヒロインはぐっちゃぐちゃ。
ここからちょっとの間、タルナイトとアフマウの追いかけっこを見てました。あんまりにも逃げるので、マトンから退治。残るはアフマウ、ただ一人。あいつどこまで逃げたんだ。なかなか止まってくれない。追いかけるだけで尺がどんどん伸びる。若い子を追いかけていたぶるなんて、あんまりいい趣味ではありませんが、仕方ありませんね。とにかくなんとか倒しきりました。そして、外に出された時点で、称号が手に入ります。やってみたら、懐かしいやら、新鮮やら、とにかく面白かったので、皆さんも、ログポで交換してみるといいかもしれません。意外とおすすめコンテンツです。というわけで、スペシャルバトルフィールド、ヒロインズタワー。最後までご視聴、ありがとうございました。他のも見たい、という既得な方にはチャンネル登録がおすすめだよ。画面のチャンネルボタンを押してね。今更ですが、これからもよろしくね。